いつもありがとうございます。ニニニットです。今日は、耳売り情報でブラザーさんが、代表的な編み機の取扱説明書を PDF にして、置いてくれてるサイトがありまして、ホームページインターネットですね。でそこから欲しい編み機の取扱説明書を無料でダウンロードすることができるようにしてくださってるのを本当につい最近知ったのでご紹介したいと思います。ではまず、パソコンの方でインターネットブラウザですね、これを開いてください。この窓、上の窓に、ではここの、検索の窓に、教えていただいた、実はこれ私パンチ9ですね、パンチ9 KH260、 この取説が手元になくて、ちょっとパーツで知りたいことがあったので、いつも の電話の窓口ありますよね、お客様窓口、取扱説明書のコピーをお願いするところ、そこに電話をしましたら、この型番だったら今から申し上げる、ところにアクセスしていただいたら、ダウンロードできますけどどうなさいますかということで教えていただいて知った次第です。では入れてみます。 http://これはもう定番のやつですね、インターネットの住所には必ずつく。でその後 s.ってピリオドですね、ブラザーと入れます。 BRODHER S ブラザーでまたスラッシュ、それで CMYAA だそうです。 CMYAA これで検索してもらいます。そうするとちょっと拡大解除します。はい、こういうふうにブラザーさんが用意してくれてるインターネットのページが出てきます。ブラザーというはサイトで、コーナー、こういうふうにリポート&ダウンロードってなってます。で編み機取扱説明書で、言語も変えれるんですね。これは普通は日本語しか今のところ入ってません。ということはまだこれからどんどん充実させていくということですかね。で型番見てみたいと思います。もうこれのリストを見たらですね、一目瞭然に、あ、これはお客様窓口の方に電話での、コピーを送ってくださいっていう依頼の多いものを並べてるんだろうなっていうのがはっきりわかります。 KH120 こちらは細編み機ですね、 3.5 ミリかな、細編み機で、230 9ミリピッチの、手で模様を作る編み機で、この260が私がダウンロードしたパンチ9、9ミリピッチ太編み機の、パンチカード機です。で360、このあたりルーパルですね。それで588ありました、8つボタンくんです。でこのあたりから800番台、これはパリエですね、パリエが1234と894が最上機種なので、パリエのこれおそらく取扱説明書に外付け、ニットリーダーを外付けするものと内装するものとあると思うんだけど、ニットリーダー別個にあるのかな、ちょっと見てないんですけど、でこの辺り930、940、965、970、この辺りは、電子編み機トピカルシリーズですね。それで270ありましたっけ、270、あ、
9ミリピッチの270がないですね、トピカル、レーシアミキ。ですごいなと思ったのは、この夢編み模様、このトピカルの模様集が3冊、一番最初のと2、3とあるんですけど、これもすっぽり載ってるんですね。それで、あ、ニットリーダーも入ってますね、後ろの方で。あとゴム編み機が 1台、 4.5 ミリピッチの890が載ってます。でちょっと夢編み模様の、トピカル4についてる、あ、3、5かについてる夢編み模様の1をちょっと開けてみます。 PDF ここ開けます。ただ表示させるだけなら、こうやってクリックしてすると他別のウィンドウが開いて、ちょっとこれ模様、データが重いから開くのに時間がかかると思いますけれども、こういうふうに開いてくれます。もう少しです、もう少し、はい、焼きました。これ夢編み模様、これトピカル電子編み機のブラザーの模様がすべて、あの内蔵模様ですね、網羅されてて、でこれずーっと行ったら時間かかっちゃうかな、表示に。これあの後ろの方でですね、コントロールの E で後ろに行った方がいいかな、ちょっと時間か、あ、こういうふうに、あら後ろの方に全ての模様がこういうふうに、あの模様のパターンがこんなふうにこう塗りつぶしの模様でなってるんですね。でこれってあのこれはトピカル、あのブラザーの電子編み機用の内蔵模様ですけれども、だから実際にこのままで編むには電子編み機であの番号を選んで編むんだけれども、これを参考にしてシルバーのとか、あとブラザーでもそうですね、パンチカードだとか、それからあのシルバーの電子編み機 のシートを塗りつぶしてっていうのだとか、それをの参考にもなりますよね、これって。だからあの取説だけではなくて、こういうあの模様集が3冊、大きいのがドドドンと3冊入ってるしだっていうわけです。これ印刷したら このぐらいのページになりますね。 これから私印刷したんじゃないんですけど、このぐらいになります。それでであとはあの例えば電子編み機、ブラザーの電子編み機使ってみたいなって思ったりした時に、これを見て、あ、実際にだからあの、自分が手に入れたあの編み機の取扱説明書自体がないから欲しいっていうだけじゃなくてですね、あの検討する時にこれこう開けてもらって、これはあの取扱説明書ですね、 トピカル3の取扱説明書、どんなふうな、どんなことがどういうふうにできるのかなっていうんでこう見ていただくといいと思います。これ何ページあるのかな、232ページありますんで、印刷するとなると大変ですねあの両面印刷でないとかなり枚数がいると思います。以前よりもその取扱説明書をあのお願いしますっていうね、その電話があの増えてきて、それでブラザーさんもこういうページを用意してくださったのかなってあの希望的推測を持った次第ですけど、これってあの先ほどの URL をこの
パソコンやタブレット、パソコンではない、スマホやタブレットに入れて表示させたら、まあ、設定してる方は印刷もできるんでしょうけど、表示させて見たいところに飛んで、見たいところをこう食っていって、で拡大してみるとか、そういうこともできますよね。だからとてもこれはお役立ちサイトだと思いますので、下の概要欄、この山形印のところに載せておきますので、ご覧になってみてください。ここからはですね、私の近況報告をちらっとお話ししたいと思います。興味ないわっていう方はもうここでどうぞ、他のサイトの方に、動画の方に行かれてください。ですね、私今まだうつで自宅静養中です。季節がこの冬にね重なったこともあるんだろうと思うんですけど、なかなか立ち上がってきてくれません。気分がなかなか元気が出てきてくれません。で、実を言うと、1ヶ月入院をして12月の前半に退院したんですけれども、そこからもう本当に冬で、特に今年の冬寒いですよね。で、それも絡んでるんだろうと思うんですが、かなり、よろしくない状態がずっと続いてます。で よく考えてみると、編み物を始めてこんな重いうつ状態に陥ったのって初めてなんですよね。だから初めての経験で、まさかの、編み機も編み物もできないという。 YouTube の動画は見てますけれども、時間がね、何もできない時間、何かをして潰さないと、時間がものすごくきついんですけれども、でもできないんです。だからそのぐらいだから、まあかなりなレベルに落ちちゃったんだなっていう感じです。で、こういうお話をね、それなくても寒々として、気持ちの晴れない季節ですから、こういうお話は避けたかったんですけれども、いろんな方から、動画のコメント欄や、それから公式の LINE の方に励ましやご心配のね、お言葉をいただいて、で、まあ、中には動画を待ってますっていうふうな、お言葉も多くてですね。で、私としたら、まあ、あんまり、もう YouTube も LINE も自分のチャンネルについては1日1回ぐらいしか見ないように、自分の精神衛生上見ないように焦ってしまうのでね、してるんですけれども、でもやっぱりそういう言葉を書いてくださってるのを見ると、やっぱ時にはお返事ができなかったりいろいろするものですから、とても心苦しくてですね。それで、今回のこの短い、耳寄り情報動画の後ろにくっつけて、ちょっと近況報告をと思った次第です。で、もう鬱はね、これはもう焦っても仕方のない症状なので、もう脳の中のセロトニンっていう物質が自然に増えてってくれることを、じっくりと待つしかなくて、で、もう
とっても辛い時か、わけもなく涙が溢れて、ポロポロ涙が出る時か、それでも辛い時より涙が出る時の方が楽なんですけどね、出る時か、辛くはない、辛くはなくて、でも何かやりたいっていうことは取り立ててないっていう、ニュートラルな時かっていう感じなんですね。だからニュートラルな時、辛くはない、でも楽しくもないけど辛くはないっていう時が今の私の一番ベストコンディションのレベルっていう状態です。ですからこうやって動画を撮るのは、だいたいそういう時に何か皆さんにお知らせしたいっていうことがあった時に、あ、動画頑張って撮ってみようっていう感じなんですけれども、でも確実に薄皮を剥ぐようにって主治医がいつも言う、いつもって鬱になって言ってくださってるんですけど、薄皮を剥ぐように少しずつ少しずつこう行きつ戻りつはあるんですけどね、少しずつ辛くない時間が増えてきてるように自分では感じてます。で辛い時にもうジタバタしてもねどうしようもないので、もうじっと休むしかないっていう感じなんですけれども、でも頑張ってって言ったらおかしいですけど、とにかく焦らないで、今はこれから先のことをこうしたらどう、こうなったらどうしよう、ああなったらどうしようってね考えたりしないで、もうできるだけ頭を空っぽにしてゆっくりと回復してくれることを信じて待ちたいと思います。というわけで、これからもしばらくそういう私のチャンネルについては不安定な時期が続くかと思うんですけれども、ご報告させていただきます。以上です。ありがとうございました。